負けました。負けました。また負けました。今永にまた負けました。もうなんかね、今日の試合見てたらね、昔僕ね、遊戯王やってたんですけど、遊戯王でね、世界大会で優勝すると、なんかこう、もらえる限定カードみたいなのがあるんですけど、そのカードを召喚するとね、召喚した無条件でそのカードが召喚した瞬間、勝利を宣言できるみたいなカードが確かあったと思うんですけど、対ドラゴンズ戦において、今永が召喚されると、ドラゴンズは無条件で負けるんか、な。もうそんなようなこと思い出したわ、本当に。な、もう今永が一生打てんじゃん。なあ、もう。ヘッポコ打線じゃなくて、ヘナチョコ打線じゃん。もう何してんの、本当に。一生打てんじゃん。ね、本当に。チャンスなんかないでしょ。ね、振り返ることすらできんわ、打線において。本当に。でもね、ちゃんとよくよく見るとね、土田選手とかまあね、ヒットこそ出なかったけど、しっかり捉えたりとか、代打の三好選手も今永のストレート捉えたりとかね、岡林においてはマルチ2安打。打てる人は打てるんだと。見ればわかりますよ。ね、ストレート打てない打てない。打てる人は打てるんだと。ビシエドは打てないね。本当に。いつもいつも。チームの顔、4番、3億5000万があれでいいのか。本当に。勝てんって。1、2番が頑張ってヒット打っても。頑張って打っても、ねえ、どうなってんの ?4 番ビシエド。まあ、ビシエドだけに責任を負わせるのはダメかもしれんけど、まあ、それでもやっぱりいっつも同じ。進歩しないもん。同じことの繰り返し。インコースのストレート差し込まれてフライへ打ち上げて、外の球を引っ掛けてセッゴロ、ショートゴロ。何回同じことやってんの若手じゃあるまいし。もう本当に同じ攻められ方、同じ打ち取られ方。もう正直腹が立つわ。本当に。同じこと繰り返して。何回同じことさせてんの?今永に対して何にもプレッシャー与えてない。同じこと繰り返してる。それで、ドラゴンズ完封負け。23回目。何してんすか?本当に。え、これで阪神と並んで23回目?何を競ってんの?でも阪神はね、23回完封負けしても3位。いいじゃん。ドラゴンズ最下位よ。何してんのもう、本当に。同じことばっか繰り返しやがって、もう、本当に。情けないぜ。もう、本当に。完封負け何回今シーズン見るんだろう。なんか、日本記録かなんか更新しそうな勢いだけどさ。もう、今永に対して、同じことを何回も繰り返して、いっつも抑えられてるもん。何も進歩しない。今永のストレートが打てない。そんでスライダー130キロ前後、カット102、カットも120とか、ま、10キロぐらい球速差あって、チェンジアップ、フォーク。今永にノンプレッシャー。もう、これ以上同じこと見たくない。何回同じことすんの?同じことしか言えないから。ね、打てない、打てない、打てないって。進歩がない!ま、一方、先発の松葉投手。まあ、悪くないね。そんな攻められない。まあ、今日はね、もう早い回でノックアウトされちゃいましたけど、まあ、天気もね、雨の中でね、コントロール制球をしっかりやらなければいけないピッチャーで、雨にね、手も濡れてね、かなり気にしてましたけど、やっぱり高めに浮いたボールはね、DeNA 打線、強力ベイスターズ打線は逃してくれない。まあ、でも最初のピンチのノーアウト2、3塁は見事にね、丁寧に低めに投げて、なんとか粘って無失点で抑えたけど、2回目ね、ノーアウト満塁のピンチは、ま、やっぱりね、ショートに打たれた球もね、まあ、雨もあって打球がね、球足が速くなって、ショートの土田もね、あとちょっとだったけど届かずに抜けてってね、まあ、2点失って、その後も高めに浮いた球を太田大志にね、今日5安打されたけど、まあ、高めに浮いた球をね、引っ張らずに無理に引っ張らずにセンターにぶち込まされて、センターオーバーで3対0。まあまあ仕方ないかなと、いつも抑えてくれてるしね、チームの勝ち頭、今日は仕方ない。そしてその後投げた藤島投手もね、牧にね、またホームラン。今日、牧23号目らしいけど、そのうちの6本か7本がドラゴンズ献上してんだよね。4分の1はドラゴンズから打たれてる。本当に同じ選手に打たれるね。もう大田大志にも今日も5安打。同じ選手に打たれる。そして、なんと言っても、今日も負けた。っていうことは、ネオが出てくるってことで、ネオ投げましたけど、オースティンにストレート、バーン打たれたね。うん、ぶち込まれたよ。その後にはね、桑原にもセンターオーバーかな、もうストレートぶち込まれて、ね、太田大志にはスライダーぶち込まれて、もう根を2軍に落とそうや。本当に。根をがかわいそう。
もう何回も言ってきてるけど、もうネオもね、明らかにこれ5カード連続のね、登板でもう疲労が来てる。キレがボールがないからもう相手もストレートかスライダーの2球種、ほぼほぼどちらか。もうそりゃベイスターズ打線、強力ベイスターズ打線抑えられるわけないじゃん。逆にどうやって抑えんの？それで抑える方がすごいわっていうね。ネオが悪いんじゃなくて疲労する方が悪い。もうある程度ね、ネオ投手をどれだけ通用するか見てみたい。準備段階は終わった。もう一軍でどれだけ通用するか分かったじゃん。もういいじゃん。来年からじゃなくて今年からさ、今年のもう終盤からネオ投手を育成しようよ。ねえ、ネオ投手実質プロ1年目投手。1年目どころかもう3ヶ月4ヶ月の投手じゃん。むしろこれだけね、練習もせずにいきなり投げれるポテンシャルがあるからこそね、器用だからこそこういうことになっちゃってるのかなっていう。まあ、僕はもう何回も言ってるけど、この起用方針納得がいかない。うん、ネオ投手はね、他の中継ぎ投手、二軍で結果残してる投手を差し置いて、今一軍で投げてるわけだけども、もうキレがなくなってね、スタミナもなくなって、二球種しかない。相手が分かってる中で打たれると、もう分かってるじゃん。もういいでしょ、そろそろ。もうさ、結果的にもね、こう、見せ物みたいになっちゃってさ、まあ、ネオ投手も真面目だからすごくなんか辛そうな顔ベンチでしてるけど、もういいでしょ。もう二軍でさ、練習しようよ、そろそろ投手。まだ若いんだし、未来あるんだから、まあ、これからやってもらわなきゃいけない投手なんだからさ、むしろこれだけ中途半端でも投げれるってことは、しっかり練習したら、どれだけすごいピッチャーになるか、素質は楽しみなんだから、もういい加減にね、二軍でね、あれだけネオ投手がボコスカ打たれて可哀想な顔見るの、辛いから、やめようぜ。はい、っていうことで、もう本当にね、横浜ベイスターズにこれで、3勝13敗1分け借金10。今年のドラゴンズの借金のほぼ全てが DNA 戦。どれだけ DNA に負ければ気が済むのかね、もう。勝てる気がしない。本当に。明日ドラゴンズ先発ピッチャーね。勝つの DNA 浜口。もう、何にも言えない。もう勝ってくれ。それしか言えない。もうドラゴンズだけ、クライマックスから遠ざかって、置いてかれて、一人ぼっち。もうやめようよ。今年ぐらいクライマックス行きたいよ。まあ諦めずに応援するけど、本当にもうこういう大量ビハインドっていうかね、ボッコボコにされるね、展開だけはやめてほしいです。本日もね、最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは明日の動画でお会いしましょう。またね。